そんなこと言ったって仕方がないじゃないか。申し遅れました私。2日連続って渡る世間より多いじゃないか。かなりえずきと申します。コンプライアンスにクレームモンスター。非常に生きづらい世の中。今日はそんな世の中にえずきがメスを入れていきます。鬼は外、福は内。全国の特別さんこんばんは、深夜の放送部宅です。はい、昨日台風大丈夫ですか。ちょっとかなり畑もイベントも被害も全部心配だなってところですが、昨日に引き続き今日もニュースを紹介していきます。早速です。1つ目、札幌にクマ現る。今月札幌市南区の住宅街に連日巨大クマが出没。外出を控える等の注意が出ていたのですが、14日の朝ハンターにより駆除されたと報道がありました。駆除されたクマは体長 1.5 メートルほどで、住宅街に出没していた問題個体で間違いないということなんですが、これにより日本のツイッター等で苦情100件というワードがトレンド入りを果たしておりました。これ何かと言いますと、この駆除によりなんで殺したんだという苦情が相次いだという内容なのですが、まあ、苦情と苦情でちょっとややこしいんですけど、実はこれ少し間違いで、この問題になってるニュースは2012年のものなんですね。それが場所も今回の札幌と共通していて、勘違いされてる方が多かったということなんですが、毎回なんでおそらく今回もなんで殺したんだっていう人いるんじゃないかなと思うんですが、そんな方はぜひ僕の三毛別ヒグマ事件を見ていただきたいんですが、何でもかんでもクレーム入れるやつは何なん、暇なん。これ言うと毎回僕の方にもなんか来るんですけど、熊の件にしても、じゃあ被害が出ないようにあなたがどうにかしてくださいよっていう話じゃないですか。対談でも何でもしてくださいと何癖つけて文句言いやがりますよね。黙っとけよ本当に。でこれ本当腹立ってて、最近で言うとアンパンマン、これ衝撃ですよ。なんとアンパンマンのアンパンチが暴力的表現だとクレームが入ったっていう記事ね。理由は幼児向けコンテンツなのに殴るというのは良くない表現だと主張されているそうなんですが、これに関してめっちゃ真面目に議論してるんですよ。いやアンパンマンよ、これ言い出したやつは一回ぶん殴った方がいいんじゃないかと思うんですけど。確かにアンパンマンで殴るっていうことを知る可能性はありますけど、その善悪の良し悪しとか、なぜ現実で殴ってはいけないのかっていうのは親の教育だと思うんですよ。それができないからそもそもアンパンマンやめてみたいな。 This is 暴論。普通にアンパンマンが飛び蹴りするレベルですね。最近これに関してすごく思うのが、確かに影響力による子供が真似をする、その表現は教育上良くないとか、たびたびね、まあ、テレビでも問題になるんですが、それを一考え方として捉えたり、これはテレビだから映画だからできてるんだよって教えて大人にしていくっていうのも教育だと思うんですよ。第三者がやったことであなたのせいでこうになりました、このコンテンツや話のせいでこんな事件が起きました、これはね非常に間違ってると思います。それが影響を及ぼすっていうのは本当にビビたるもので、そもそもあなたの頭も同じ考えるっていう能力があるんだから、何でも発信者側のせいにするなと思いますね。これが騙そうとしてるとか意図的に洗脳しようとしてるとかなら話は別なんですが、アニメ映画ゲーム YouTube とかもそうですけど、コンテンツとしてそもそも楽しもうとしてないだけじゃないかと僕は思いますね。この意見についてのクレームは絶対に送ってこないでくださいね。まあ、一意見としてお願いしたいです。ただ最近東京で開催されたタピオカランドに苦情が相次いでるっていうのは仕方ないと思いますね。サイン以上禁止、トイレなしの1200円、内装は文化祭、タピオカンバッジつって真っ暗なバッジが300円で売られてました。これでめっちゃ炎上してるみたいですけど、逆に言ってみたいですけど。はい、というわけで今日は以上です。動画に対する感想をお待ちしております。というわけで今日は30分紹介入っております。行ってみましょう、どうぞ。30分紹介、本日紹介するのは YouTube にコンビで動画投稿して活動しているキャンディーロープ。メンバーは平山智則、初田隼人の2人組。名探偵コナンのトリック検証というアニメの中で使われたトリックなどを実際にやってみるという人気シリーズが個人的には好きで、本格的に再現しようとしているので、原作を見ている方はかなり楽しめるんじゃないかなというふうに思います。映画の予告編の再現では僕も歌を歌ってしれっと参加させていただいております。今後はどんなトリックに挑戦するのか楽しみなところです。そんなキャンディーロープが気になった方、名探偵コナンが好きな方はぜひ動画概要欄のリンクをチェックしてみてください。未だになんであそこだけ歌わされたのか謎ですけどね。はい、というわけでご覧いただきましたキャンディーロープさん、最近僕が出てる動画見たらね、懐かしくて全部見ちゃってましたけども、出演動画も貼っておりますんでぜひチェックお願いします。まあちょっといろいろ言いましたけども、何事もポジティブに捉えるってことも大事じゃないかなと思います。黒をかっこいいっていう人もいれば、邪悪な色だと答える人もいると思います。ここあっていいと思うんですが、かっこよくないだろ、邪悪だろと、まずそれを言い出すのをやめましょう。そうなるとこっちも、いやかっこいいだろ邪悪だろタコって言わないといけなくなると思うんで、かなり絵月のように広い心を持ちましょう。以上です。僕だって戦隊ヒーローになりたかったんだ。絵月でした。